カノニーダ90-53モデッロ39とは、イタリア王国のアンサルド社が、設計開発した、合計 90mm の光射法である。最初の試作品は1939年に完成し、同年に、イタリア王国陸軍に、正式採用され量産が開始された。この砲は、ドイツの8 8トルフラック18-36-37と同様に、 対戦車砲としても高い性能を発揮した。このため、1943年のイタリア、無条件降伏後は、ドイツ国防軍に接収され、9センチメートルフラック41もしくは9センチメートルフラック309、1の路角兵器コードを与えられた。一部は、ドイツ本土の防空のために、ドイツへ送られたが、接収された砲の大半は、 イタリア戦線で運用された。ダー90-53は M14-41 中戦車の車体に搭載したセモベンテダ90-53自走対戦車砲の手法として用いられたほか、トラックの2台部分に下方を搭載したオートカノニーとしても運用されており、積載用のトラックにはランチやサンローやブレーダー52が用いられた。 イタリー1935から45オートカノニー、ダ90、53シュールランチアサンローハットイタリー1935から45オートカノニー、ダ90、53シュール、ブレダ52。ありがとうございます。